はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回から、ファイナルファンタジー15のおまけパートってことで何パートかやっていきたいと思います。確かに言った、前回ラストパート35で確かにね、実況はね、ここまでにしますと言ったね。まああの時本編の実況を終わりとしますと言ったからね。まあ何パートかまあやっていこうと思います。で、この格好ね、まあ、また過去のルシスに戻るというね、方法で、何事もなかったかのように、4人はまたこのルシスの地に立ってるんだけど、まあ、いつでもまたあのオート決戦に戻ることができて、で、この格好もね、老ける前の4人の状態にこの服は引き継ぐことができて、で、何をしてたのかというと、エンディングの後、まずね、パーティーレベルをね、みんなマックスにしたね。うん。で、あとファントムソードもね、2本だけなかったんだけど、普通に探したらあって、ちゃちゃっと集めちゃって、まあだからといって何か起きるわけでもなかったけど、で、今お金がね、お金がなんか今すごい額溜まってるように見えるんだけど、まあこれどうやって貯めたのかは、まあ後のパートで、おいおい説明しようと思います。忘れてなければ。じゃあ。寒いな。上着を着た方がいいんじゃないか。風邪をひくなよ。上着着たら暑い暑いのに。装備を見てみよう。装備の方もね、もう完全に強い装備してるんだけど、ノクト、リボンにダイヤの、グラディオは、ドミネーター、サイドリッツと、これらの2つ、こっちの守りの指輪ってやつでね、仲間に魔法ダメージを受けなくなるというものを装備させてて、で、まあ、イグニスもまあこんな感じで、そしてプロンプト。プロンプトね、いつも真っ先に死ぬっていうか、まあ、ダウンするから、アダマンバンドルというね、体力1万増やすっていうやつで、まあ、上限9999だから、プロンプトだけ体力がね、9999になってます。で、写真でね、アダマンタイマイとね、戦闘することができて、ルシスに戻ったら、その写真がね、確かどっかに、あ、これだね。アダマンタイマイとね、戦っててね、これ動画にしようと思ったんだけど、ひたすらワンパターンな戦闘をね、おそらく45分ぐらい続けてたので、はい、アダマンタイマイ倒しました。で、あとね、このおばあさん、このおばあさん誰かというとね、まあ、よくわかんないんだけど、このおばあさんからとある鍵をね、渡されて、で、その鍵ね、何の鍵なのかというとね、もう覚えてるだろうか、視聴者の人たち。これまでその、ファントムソードをね、集めてきたりしたこのダンジョンの奥に、のいくつかのダンジョンの奥に、入れないドアがあったわけなんだけど、それの鍵なんだよ、実はこれ。で、どうもその中に、その、なんだろう、ルシスの地の脅威となるモンスターを閉じ込めていたらしいけど、もうあんたはルシスの王ならもう力たくさんあるし倒せるでしょっておばあさんに言われて、鍵託されて、じゃあ倒してきなさいって言われて、で、今、クエストがね、こんぐらいできてんだけど、一番高いやつがね、なんと99なんだよ。だから、ね、頑張って、99までレベル上げして、これなんだこれ。これいつのだ。まあ、こんな状態なんだけど、今回をやるのはこれではなく、何をやるのかというと、まあまあ、ちょっととりあえず車に乗ろうか。なんかね、車がいつもと違うように見えるんだけど、とりあえず乗ってみよう。今日も気合い入れていっか。うん、行こうぜ。なんでかガソリンもね、無限というマークになってるんだけど、まあとりあえず走ろうか。そしてはい、車飛べるようになっちゃった。シドニーにね、ある部品を渡したらね、飛べるように改造してくれちゃって、そこら中飛び出るようになって、まあこれがまあいわゆる飛空艇の役割というのが、ただしこの車ちゃんとね、道路とかにね着陸しないとね、どっかミスで着陸した時点でゲームオーバーになるからね、それだけは注意。まあだからもうタイタン倒しちゃって大穴開いたこのカーテスの大皿もね、もう入ることはできないんだけど、上空からねこれで見ることはできるっていうね、もうねそこが見えないね。で、車が飛べるようになったことによって何をやるのかというと、動画外でね、訪れていたとある火山があるんだけどね、このラバティオ火山。このね、上の方を見てもらうとね、実はね、道路があるんだよね、謎の。これ実は、
車で飛ばないといけないエリアの一つで、まあ一つっていうか多分ここしかないんだろうね。この先にね、とある遺跡があるらしいからね、そこをね、ちょっと攻略したいので、そこをちょっと目指そう。でもね、ちょっと遠すぎるから、着陸して、オートドライブにするか。なんかこの辺の道路に、高度を下げつつ、よし、ここだ。ランディング。よいしょ。いや、今反動すごいでしょ、体の。じゃあ、とりあえず火山の方面に行こう。さて、ひとまず山の近くのスタンドに来てね。まあ、こんな山で、結構遠くからなんかあの、煙、黒煙が立ってるのが見えてた、まあその山なんだけど。なんかデイブさんいるな。あれ、デイブのクエスト終わってなかったっけな。あれ、デイブアイコンがあったんだけど。あれ、気のせいかな。あ、いや、いるね、デイブ。ん、デイブどこだ。あー、アイコンいたんだけど、デイブがいないな。これ、夜じゃないといないやつとかか。また今度にしよう。さて、じゃあ、山の近くに来たんで、どうもね、着陸がちょっと難しい道路らしいから、マニュアルドライブにして、行くぞ。行こうか。で、どうもその、遺跡のダンジョンは、初見だと大体クリアに4時間くらいかかると聞いたんで、おまけパートじゃ済まないぐらい、おまけパートたくさん増えるかもしんないけど。とりあえずアイコン、この道路だね。向こうか。とりあえず離陸。で、どこだ？これすぐ着いちゃうぞ。ちょっと減速。ん？あ、もうこれか。もう真下にあった。これだ。ちょっと待って、旋回しよう。あれ、レスタルームの。なんだあれ。ゴンドラかなんかが。ちょっと待って、これ。難しいな、着陸。もうちょっと距離を。よし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 、着陸態勢。いや、短すぎでしょ、この滑走路。滑走路ではないんだろうけど。いや、よいしょ。到着と。ここで降りるぞ。うん。道という道はないけど。気分転換にはなるな。これ、もしかして車なくても、この岩肌乗り越えてくれば、来れたのか。なんか落ちてる。まあもうこの人たちレベルマックスだから手こずることはないと思うんだけど、状態異常系がなければ。上だ、上だ。え、こんなところでも来んの。なんか落ちてる。ラストエリクサー。ああ、ほっとこう。で、とりあえずこのまんまね、まっすぐこのまま進めば何かしらのダンジョンに着くはずなんだけど。前を見ろ。悪かったって。とりあえず歩いてみるか。広いな。今実は戦闘モードを今アクティブモードから、あ、なんか奥にいるモンスター。アクティブモードから今ウェイトモードにしてて、あ、なんか出てきた。そう、全くボタンいじらないとこんな風に、ウェイトモードに入って、どこの部位に攻撃したいとかが、細かく選べるので、戦闘に焦りがちな僕にはいいんだけど、まあ普通に、ボタンカチカチして戦ってる分では、ウェイトモードは動かないんで、慎重に戦闘したい時だけ、ウェイトモードを使うと良い。いや、プロンプトの体力がマックスなことにちょっと違和感があるな。
虫、ダメだったよな。俺、うん、全然ダメだね。だよな、俺も結構硬い敵だった。っていうか食事取ってないから今ステータス何も上がってないのか。なんか似たり寄ったりな景色がずっと続いてるんだけど、何やら奥の方にモンスターが何体かいるな。鉱石見っけ。ああ待って、また湧いてきちゃった。動物って枠じゃねえな。逃げたい逃げたい。油断すればあ、シルベがある。逃げた。あーレベル高いな。おお立派な体だな。油断やるか。レベル高いけど待ってよ、今魔法がなんかあったはず。連続サンダが、連続サンダが、これ強いっぽいな敵。頑張ろう。パリ、もう一丁パリ。あー体力の減りが早い。イグニス集合しろ。状態が悪いぞ。オッケー。まだね、この過去の露出って設定だからイグニス目見えるからね。死ぬんじゃねえぞ。ファントムソード出そう。本気で行く。よし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 。ウェイトモードのいいところは一旦操作するのやめたら、あ、クソ読めなかった。操作やめたらうまくファントムリンクを呼ぼうとしたんだけど呼べなかった。イグニス集合しろ。はいよ。ガードパリ、毒でパリ満載。もう一丁魔法パリで、プロンプトの体力が危ないか。イグニス、あれ回復しないプロンプト。よし、あと1体。普通に強いんだが、仕切り直しだ。強いというか体力が多いのか。いや硬い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 。危ない。プロンプトが毒に侵された。プロンプトの体力を持ちそう。グラディオ。あいつの体力の底が見えてきた。よし。行きだぜよ。容赦はしない。よし、経験値もらってももう意味ないしな。いい流れだった。さてもう夕方だから。すげえ俺たち頑張ったよね。うん、よくやったんじゃねえか。マジで厳しかった。夕方だからもう休もう。その前にちょっと魔法を作るか。だいぶね魔法ももう贅沢に作ってるんだけど、これ限界突破とか基本的に4連とかね、もう素材とか売ったりしないんで、どんどん魔法に混ぜていこう。さて今ちょっと鉱石回収してたらすごいのが奥に見えたんだけど、なんだ今のって、あれなんだあれ、モルボルの氷属性かなんかか。あの隣でキャンプすんの。でも今
食事取ってないからとりあえず飯食おう。キャンプしよう。キャンプにするか。今日はここまでだな。キャンプか。今持っている食材をすぐに確認しよう。さて、お金は貯まって食材の材料もいろいろ買ったんで、結構いろんなものが作れるんだけど、どうしようかな。うん、やっぱりこれがいいんだよな、ケニーズスペシャルデリバリー。これがね、バランスよく結構いろんな能力を上げてくれるから。あれ、かっこいいな。雨か。行くぞ。よし、行くか。行こう。あのモルボルっぽいやつはいるよな。おお、いる。戦うか。で、ジンジャーが落ちてる。いや、あ、待って待って、もう先手になった。魔法サンダーガでいいか。よし、ウェイトモード。85もあんのか、サンダー。おお、結構効いてる。切ってみる。うわー、気持ち悪い。あ、そんなに体力は多くないのか。あー、痛い。あ、まずいね。おっと、召喚獣来たか。あの、これまでタイタンが一回も出たことないんだけどさ、タイタン来ないかな。来ないか。軽さあ、とりあえず召喚獣の力でうまくいったな。倒した。俺生きてる。今すっげー焼肉食べたい。いつも焼肉食べたいって言ってるしな。イグニス回復しよう。雨降ってきたな。え、あ、状態異常あんのか。雨止んだばっかりじゃなかったの。さて、遺跡、ん？なんか見えるな。遺跡ってあれのことか。そこにもなんか落ちてる。火炎の紋章。上の方まで行くか。へえ、綺麗な色してんな。ありゃ、ここから上に登れないだと。でも上に何かあることは確かなんだけど、これどうなんだ。これ行けんのか。こっちの方か。あ、ぐるっと回って、さあ、なんだあれは。遺跡って言われるとちょっとイメージと異なるんだけど、まあ現在地ここね。遺跡か。天気悪いな。そうだね。テカってる。ん？あれ、でも、ん？あっちにジャンプしろってか。よっ。あ、ここ。ん？パーティーアウト？
仲間来れないの、もしかしてこれ。あ、なんだこれは。あ、まさかこれ夜じゃないとお前入れませんよパターンだ。よし、じゃあ今回ここまでにするか。おまけパート、おまけといかないぐらい、もしかしたらパート増えるかもしんないけど、まあこのゲームエンディング迎えたけど、まあ数年間待ってたゲームなので、ちょっと感慨深いものがあったりもするわけで、これ遺跡の探索して、そしてあとはこれまでのダンジョンにいくつかあったあの入れない扉の先にいるこの、おそらくとてつもなく強いんであろうモンスターを倒すと、それをやって本編関わりのクエストを終えよう。それじゃあ今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。